では、長岡高専電気システム工学科4年加藤凛、機械翻訳プログラミングということで始めさせていただきます。今回機械翻訳プログラミングしていく上で設定したテーマは、否定・自制三人称に対応した翻訳プログラムの作成です。この前に演習で、辞書型とか用いて単語に対応する意味から、SVC 型の文法を名詞で動詞というふうに組み替えていって、そのまま訳していったんですけども、今回は、not, ing, ed などが文に加わって複雑になると、もっと細かな、条件とか判定が必要になる、それをどのように作っていけばいいかということで作成していきました。まずですね、解決のために文章中の動詞がどのような形であるかを見ていく。それしていく上で文章をまずリスト化していって、それぞれの単語をですね、全単語を、動詞であるかどうかで、それが何の形であるかを見ていって、フラグ立てて文章の内容を変えていくということをします。で、not、そうなんですけどね、 not は単純に動詞についてだけじゃなくて、いろんな形容詞とかそれ以外にもついてたりしてするんで、どれを修飾しているかということも考慮して組み立てていきました。でですね、まあ、今回それぞれの単語を動詞をどのように判別するかをこのように条件も持って作っていきました。不規則はもう本当にいろいろあるので、活用した変形語の動詞と原形の動詞を辞書でまとめて、後でキーを値で上書きするという形にして、それを何の動詞であるかというふうに判別できるようにしました。で、今組み立てたのでですね、翻訳可能なのは現在形と現在進行形、過去形と受動態で、それの否定文とさらに三人称表現で、あと発展として it to 構文について作ってみました。でですね、一人称ではこの文これから訳して見せたいと思います。で、そのプログラムの一環として、訳もの読点とかそういうのを認識すると、一文ずつ区切ってそれぞれを翻訳していくというようなプログラムを作りましたので、これまとめて一気に文章の中に入れて訳したいと思います。次も三人称で、はい、これらを訳していきたいと思います。で、最後に it to で長々しく、そうですね、名詞に関わる形容詞も考慮して、名詞がどれだけ長くなってもその前に続く前置詞が訳されるようにとか、動詞の前に to がついた時に to は前置詞じゃなくて不定詞になるようにだとか組んでみました。じゃあ実際に動かしてみたいと思います。上の方にそれぞれの内容が123というふうに入れてあります。じゃあまず一人称の01からいっていきたいと思います。頭から、まあ、最初は適当な自己紹文から始まって、次に現在形、現在の否定形と、現在進行形、現在進行の否定で、過去形、過去の否定で、受動態、受動態の否定をそれぞれ訳していきました。次に三人称のやついっていきたいと思います。同じようにさっきちょろっと書いておきましたけど、三人称の過去形と受動態は動詞の形的に一人称の時とほぼほぼ変わらないので一応省略して、現在形から現在否定、現在進行形と現在進行の否定を訳しました。ですね。
で最後に発展として用意しといた It to 構文について、若い野球選手にとっては私に新しい車を与えることは困難ではないっていう、It to の否定の形の文章で、はい、文章を作って訳してみました。でですね、今回の翻訳プログラム作る上で工夫した点として、例えばプレイで、後ろの方にあの楽器の名前が来たりだとか、スポーツの名詞が来たりだとかした時に対応できるようにとか、まあ、その他いろいろなことですね、辞書を細分化してから、名詞、まあ、分類して、それでそれから名詞の辞書という大きな括りに後で合成し直して、大きな分類と小さな分類で、それぞれ扱えるようにしました。名詞の前に来る前置詞もですね、さっき言った通り形容詞と複数の名詞とか名詞何個も並べたりだとかで対応できるようにして、 to も不定詞前置詞の区別つけて、で I'm なんたらとかドントとか I am のドントなの省略された形だとか、ピリオドとかの文章的に書くと、単語と隣接してしまう表記を、語尾を見るエンズウィズと、リプレイス使って、空白とあの省略前の形みたいな直して、区切って、で一つの単語みたいな感じにして扱って、翻訳に適用しました。でさっき説明した通り三人称現在進行形過去形もそれぞれフラグ立てして、でまあその前にとりあえずフラグ立てる前にとりあえず原形直して意味を取り出して、でフラグ通りに過去形直したりとか三人称直したりとかしました。不規則変化の辞書もさっき説明した通りです。で、動詞ですね、日本語でいう語段活用だとか、作業変革活用だとか、そういうのを想定して、動詞の語尾特定のやつに対応した、変化の形を、関数でまとめて、どの動詞でも語尾に来る言葉で、それぞれ変えられるように汎用化させてみました。でさっき言った通り一気に文章を翻訳できるように訳文ごとに分割できるようにしました。でですね、今回作ったやつなんですけども、単純に、名詞から動詞行って、で it is の時だったらその後に形容詞が来てという形で順々に並べてってやってるんですけども、ただ並べてるだけで名詞が主語であるか目的語であるか方語であるかっていうのが分かんないせいで、例えばベースボールプレイヤーって作った時に is なんたらって言った時に、名前その中身にある意味だけを直接訳しているので、野球選手はとかならずに野球選手で次に野球選手って言葉が来て次にすぐ動詞に訳されるみたいな形になってしまってるんですね。これについて、先頭に来る名詞を主語と定義して、その後に来るので、文章の形が一般動詞で B 動詞であるとか、現在進行形であるとかというのを全部見てって、それでどの順番に来るのがどの順番に来る名詞が主語目的語保護かというのを判別できるのではないかと考察しております。で今回やった感想ですが、まあ英語は中学とかいろいろなところで一般科目で習ったんで、まあ英文作ってどんな風にすればいいかだけは実際すぐ浮かぶんですけども、それ一個作ると他の例えばすぐにあじゃあ例えばっていうかすぐに別の文法だとかが頭にポンポン思い浮かぶと思うんですけど、
そうするとそれら全部を並列どれでも訳せるようにしようとしていくと必ずどっか壁ぶつかってしまいますよね。どんどん増えいろんな文法を訳そうとしていくと制限がかかっていくんで、今回見送ったちょっと副詞の概念、あれはいろんな言葉に就職されてちょっとあれだったんですけども、まあそれも、ね、一番最初始めた頃から最後まで一個作るだけで、あれはどうすればいいんだ、これはどうすればいいんだって言って悩み続けるで、本当にもう分からないこと、分かったことも当然出てくるわけですけども、その分分からないこともバンバン出てくるわけで、いや非常に奥の深い研究内容だなと思いながらやらせていただきました。はい、では以上で発表を終わりたいと思います。